はい、どうもゆです。今回ですね、また新エボ来てますので、こちらの方紹介していきたいと思います。で、早速なんですけど、まあ、レートが最大88、カスクが最大89、で、フランスですね。で、プレイスタイム数が最大7の、プラスが1となってます。で、今回作るのが結構良くてですね、まあ、無料でこれなんだって感じなんですけど、まあ、容赦なしとエアリアルプラス、で、セッターにテクニカルプラス、高精度にロブタツがつくという風になってます。で、まあ自分が持ってる選手としては、まあやっぱサリバかな。まあ今回関してはマジでサリバがトップクラスかなと思います。まあただまあ自分はもうサリバの今回のイベントのやつを持ってるので、まあサックスはさすがにしないですけど、まあこの能力見ていただいてもわかるように、ペース90の守備98、体幹94、フィジカル99、レッサーも99、リアクションも99ということで、まあインターセプト持ってての予測のエアリアル、で、ロブタツもついての、まあ十分強いですね。はい。もうこれが無料で作成できるっていうのはもう、今の最上位互換の、まあ、サリバを持ってない方からしたら、これはもう作成、まあ一番おすすめかなと思います、正直。はい。で、まあその次に、まあ、ブランとかも見たんですけど、まあ、ブランはやっぱね、ペースがちょっと物足りないかなって感じはします。はい。うん。まあ今の環境でこのスピードはきついんじゃないかなって感じですね。まあ他に関しては、まあ今からEGSBC の方で見ますので、よければ最後まで見ていただけたらと思います。はい、ってことで、早速見ていきます。まあ、2番目候補かな。ベスト3に入るかなって感じです。ビエラになります。まあ、ビエラなんですけど、まあ、これもめちゃくちゃ良くて、まあ、ペースですね。87、シュート86、パス87。まあ、ここちょっとやっぱ低いですね。初期値に関しては、ドリブルも89で。まあ、ただ、ディフェンス96、フィジカル97あるんで、あとはまあ、容赦なし、インターセプト、リアリアプラス、ロブタツ、テクニカルということで、ブロックもあって、まあ中盤でしかもこのデカさ、しかもまあ、センターバックにコンバートできないこともないということで、普通に強いかなと思います。まあ十分強さとしてはあるかなって感じなんですけど、まあ今のボランチ能力にしては全体的に低いかなって感じはしますね。フィジカルディフェンスは高いけど、他の数値はちょっと低い感はあるかなと思います。まあでも作成は今回のイベントの中では結構、ベスト3には入るかなと思います。次ですね、バランになります。まあ、これも予測プラ持ってての、まあ、テクニカルエアリアル、まあ、エアリアルプラスがやっぱでかいかなって感じですね。まあ、シャドウをつけるっていうのが多分多いかなと思うんですけど、まあ、あとリアクション99あるし、レースも96あると。フィジカルも95あって、スタミナ低いに、まあ、交代はまあもちろん必須ですけど、でまあ、容赦なしも一応つくので、でかいかなって感じですね。まあ、サリバに関しても多分、先ほどのサリバに関しても80での容赦なしなんで、交代は必須かなとは思いますけど、ありかなとは思います。で、島間ですね。これもね、もう守備の部分、インターセプト、ブロック、直機もついてての、で、容赦なしつくんで、まあ、ありかなとは思いますね。まあ、シャドウつければペースもほぼ関西近いし、まあ、あとはこの取り感ですね。実際の取り感がどうなのかなっていうところがあるんで、まあ、それ以外に関しては十分強いかなと思います。まあ、ただやっぱスライダータックルなんですよね、プラスが。そこがちょっと残念かなっていう気はします。まあ、でも、普通にトップ5には入るなって感じです。次、まあ、サイドバック、ミキエレですね。まあ、これが、やっぱサイドバックで、イヤリアルプラスつくのはでかいので、タコスト使っててやっぱ思いますけど、でやっぱそこに容赦なしもついて、まあ、88なんで間違いなく持たないです。まあ、上げるんだったら持たないです。上げないんだったら持ちます。って感じかなと思いますね。で、ロブタツサイドバック持ってるし、テクニカル持ってるのでかいですね。で、イヤリアルも持ってて、で、容赦なし持っててのジョッキー。で、パス系はほぼ完走してますし、まあ、ペースこの数値であれば、アンカー使えれば、もう、フィジカルも96と。で、積極性も十分あるんで、守備値も十分あるし。まあ、サイドバックで言うと、僕的には今のところこれかなと思ってます。サリバが一応持ってるんで、サリバをもうやることはないので、センターバックで困った方はサリバがやっぱナンバーワンかなと思いますけど、そうじゃなければ、無形でも代わりかなっていう気は正直してます。はい。で、はです。ここもね、守備値がやっぱ足りないですね。トリボに関しても、うん、ここのトリボに関してもちょっと足りなさがあるかなっていう感じはします。プラスの部分で言うと。はい。まあ、もう消えるかな。まあ、ジル、これ。まあ、このジル、さすがに持ってる人少ないとは思うんですけど、まあ、前線ロブタツテクニカル、エアリアルってことで、パワーシュート、まあ、これ欲しいとこ結構持ってるんですよね。まあ、ただやっぱ数値のしては低いかなとは思うんで、ここを無理してやる必要性はないのかなっていう気はします。で、グエンドゥージが、これも能力十分なんですよね。
ドリブ95、ディフェンス93、フィジカル97、パス95の、シュート87でペース89ということで、まあ、アンカーシャドウかなと思います。で、まあ、シエロプラで、ロブタツテクニカル、エアリアルということで、うん、十分強いですね。まあ、インターセプトとかその辺持ってないのは正直気になりますけど、うん。でも普通に強いな。パス系持ってて、欲しいとこ結構持ってるんで、守備系がないのが気になるぐらいで、他に関しては数値も問題ないですし、まあ中盤に関しては正直ビエラよりもワンチャンいいんではないかなと思うような数値はしてるかなと思います。全然おすすめレベルには入ってくるかなと思います。まあでも自分的にやっぱりムキエレとかサリバかなとは思いますね。まあ前線で欲しいなっていう感じは正直あるんですけど、まあグリーズマンも悪くないんですよね。ただまあペースが悪い。ペース除けば悪くないんですけど、まあディフェンス66あって、フィジカルも、まあここですね。現環境でこのフィジカルでいけんのってとこあるんですけど、ドリブル95あって、シュートも96、まあパス94。で、ペースが85。ここが、まあ、ちょっと低すぎるかな感はあります。まあここをね、ハンターとかで上げるとなると思うんですけど、まあ高精度持ってて、まあドブタツ持ってるし、テクニカル持ってて、容赦なし持っての、まあ軽めのこなしも持ってますし、まあ、物足りないけど、普通にやれそうな能力かなと思いますね。まあ、あと4-4なんですよね。そこが4-5とかになってれば十分ありだったかなと思うんですけど、そこの微妙感はあるかなって気はします。で、あとは、チェルキー。まあ、ここもありかなと思いますけどね。能力は正直足りないです。ただ、まあ、ロブ2つ持ってて、トリッカーテクニカルってことで、まあ、違いは出せるかなと思うんですけど、やっぱ能力がやっぱ足りないかなって感じはしますね。まあ、この後に関してはもう正直能力が足りないなっていうとこばっかなんで、まあ、カモビンガーもありかなと思ったんですけど、正直まあこの元々エアリアで持ってるっていうとこなんで、まあ、悪くはないけどっていう感はすごいかなって気はします。まあ、うん。いけないことはないですけどね、全然。シャドウにしてしまえばいいですし、で、ペース99の守備も96で、フィジカルも91あるし、容赦なしつもあって、うん。まあでも、って感じ感はありますね。まあ、カマビンガ、サイドバックで言うとカマビンガ無形でになってくるかなと思います。はい。ってことで、以上になります。まあ、もうサリバ持ってる方は、持ってて、まあ、今回の最上位互換持ってない方はサリバかなと思いますし、まあ、中盤ビエラとか、あとはグエンドゥージー、無形でとかになってくるのかなと思うんで、まあ、ぜひやってみておうかなと思います。まあ、エボに関してはね、本当にやってみないとわからない感もあるんで、うん。まあ、今回 T7 のおすすめ選手は紹介しましたけど、その辺やっていただけたらと思います。ということで以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。今ですね、一応転売情報として、まあ、ディスコードの方を運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待、送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた DM していただけたら、そこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これ、まあ、ざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあ、こういうのを上げてますよっていう感じのです。まあ、その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ、SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、ディーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、ディーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ、自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ、自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね。以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいているので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいって方は、こっちだけをまあ通知オンにして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が
多くすぎた間っていう方はこっちは通知オフとかに分けるように、まあ、2つに分けてて、まあ、こっちであれば例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあ、スカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まあ、あとご質問はまあ市場転売とか転売以外っていうのが、まあ、先ほど言ったプレイとかになってきます。まあ、こういうのもやってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、お答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。